って、で特にやっぱり教育の世界って本当にその生まれてきた環境、生まれてきたその役割として、なんかこれまで自治体が解決するっていう役割だったんですけど、なんかもっと民間と一緒にとか民間と対話しながら最適解を模索していくっていうのはもっともっと役割としては求められてきてるから、まあ、そこのこう、まあ、行政とか、まあ、政治のところでの、まあ、お金をしっかりと、まあ、地域に回していくみたいなことはぜひ、やっていただくと、まあ、事業者としても非常にやりやすいなと思います。地方の学生が起業しようと思った時にエコシステムとして充実したものが備わっていない、かつ東北は特に VC やロールモデルとなる起業家が少ないので、それを支援する環境とそこからどう社会に出ていくのかみたいな状況があまり明確に作られていないなって思うことが多くあるので、そういう地方の学生がスタートアップとしてこれから社会に出ていくような状態を充実させれるような方が出てきたらいいなっていうのは衆議院選を見てて思っていました。フェアに大きな権力によってこうなんか活動が制限されたりとか、なんか受益者が偏るとか、なんかまあそういうようなのさえなければ、まあ、あとはもう何もないかなって感じですか。こういうところに来てる人たちこそ、なんか政治だったりとか政策だったりにもうちょっと目を向けて、自分たちがやりたい課題の先にもうちょっと政策プレイヤーがどういうふうにそれを考えてるかっていうところももうちょっと一緒にできれば、社会の変え方ってもっといろんな幅が広がっていくんじゃないかなと個人的には思ってたりします。でやっぱりなんか自分の畑はここってなると、自分の授業で政治に関わらない限りは意外に政治に疎い人も多かったりするなと思っていて、本来自分のじゃあ僕ら子育て領域なので、子育ての政策が今どういうふうに行われてるかとか、この間の総裁選においても子育て政策について語ってる人そんないないなとか、社会保障政策ってどれぐらい今の政治が語れてるんだろうかとか、個人的にはまだそこまでその社会起業家と政治の距離って近くないなというちょっと悲しさもあったりします。今週もやってまいりました。今日からあれですね、今日からじゃない、今日イレギュラーで朝収録ですね、うん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 、日差しもなんかすごい入ってきててスタジオは明るいですね、いつもと違って。でも朝から飲まれてますよ。そう、なんかもうやっぱり常駐投資先のプロダクトはその朝とか関係なく飲まないといけないんで、ストレートで飲んでます。なるほど。でもまあお酒強いからね、うん、そのこの後大事なミーティングがあっても大丈夫ですかね。今日大事なミーティングがないんで大丈夫ですか。あ、本当ですか。僕が知ってる限りであそことあそこ行くんですけど、うん、あ、そうなんだ。多分そう、山田一人で行くやつですそう、僕は行かないやつ。これ全然関係ないんですけど、僕らこれからLP 周りっていう投資家 の、うん、やつを回るタイミングになるんですよね、うん、でそことかもこう収録できたらいいなと思ってて、うん、今日のこの服装ちょっと皆さん覚えておいてください、うん、あ、でも僕これしか持ってないですよ一丁羅なの。これこのズボンとシャツ4枚ずつ持ってますそれはしょうがないな、はい、それは被る、それは被るわ。どの日が違ってもこれなんでね。そうね、確かに、はい、でなんか僕ら2号のファンドを作るみたいなことで、うん、なんかオープンに回るというよりもみんなに作りますよみたいなご挨拶に回るんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとこう久しぶりにねお会いする方とかいて、うん、緊張とかされますか。どうなんですかね。まあなんかそんなに緊張しないような気もする。まあ割と仲いいから、うん、どうなんだろう。まあでもなんかそうですね、まあ緊張する人としない人いるんじゃないですかね普通のこと。その、まあ、その様子をちょっと三島さんに同行して撮ってもらえますか。まあ確かに、ね、貴重な映像。ベンチャーキャピタルはどうやって資金調達をするのかというリアルをね、うん、まあ多分 NG でしょうけど。そうですね、はい、投資家的には、うん、はい、そうですね、うん、まあ、あと僕らがじゃメインストリーム その回り方をしているのかというのはちょっとここも怪しいですよ、ね、まあ確かに、まあ、地方 VC としてはメインストリームあ、まあ確かに、はい、地方 VC はどうやって投資家とコミュニケーションを取っているのか。あ、確かに超キュッとやって VC さえないのに、はい、キュッとやってますね。そう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 やっぱカテゴリーで一番になるって。そうね、その先週学んだ安住先生ですでそんな僕ら瀬戸内 VC の一番西、はいはい、一番南でもある、一番南でもあるかな、最南端のところから今日はゲストをお呼びしてます、はいはい、瀬戸純瀬戸内エリア、
そうですね、なんか最近藤田さんが提唱された、はい、発表しましたんで、また皆さんそれもちょっとお見知りおきをというところなんですけど、純瀬戸内、はい、そうですね、じゃあ純瀬戸内のところから来ていただいた、はい、ゲストに入っていただきましょう、はいはい、どうぞ。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介をここにお願いします。こっちで、はい、わかりました。豊野杉山です、よろしくお願いします。めっちゃ短い過去一短いかもしれない、ありがとうございます、はい、役職も言わないから、ね、うん、本当にそうね、超シンプル、ちょっと関わってるだけのアドバイザリーの方かもしれない。あ、いやいやいや従業員の方の可能性も。熊本でスタートアップやってます。はい、そう、熊本なんですよね、はい、はい、ようこそ、よろしくお願いします。お願いします。なんで熊本なのに瀬戸フラに？あ、関係性としては、あの山田さんが、あの多分 VC 設立する直前とかだったと思うんですけど、あの個人で、あの弊社に、あのエンジェル投資いただいてて、まあ、そこからのご縁という形で、あの岡山に今回2回目来させていただきました。あ、2回目なんですね、うん、じゃあ前来られた時もお会いしたじゃないですか。はい、じゃあ大体来たら 100%来た 100% ですね、はい、藤田と会ってます、まあ、京都でもね、あの会いましたね、あとなんだ熊本でも会いましたしね、熊本でも会いましたね、はい、よく会ってる、確かに、うん、実は東京でも会った、うん、東京でも会ってますね、はい、そうだ、オアシスとかでも僕また会ってるんで、そうですね、勉強会していただいて、そうだそうだ、ありがとうございました。ちょっとせっかくなんで、どんなことやってるかを話しながら、はい、いろいろ突っ込んでいけたらなと思うので資料をお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、あ、じゃあ事業説明させていただきます。トゥーの杉山と申します。なんか簡単にプロフィールなんですけど、あの95年生まれで、今熊本と東京で、あの 2拠点で、あの生活をしていますという形です。で、もともと大学がさらに西、本当に日本の最西端 の長崎県佐世保市の大学に実はいたんですけど、その時に、それこそベンチャーキャピタルの F ベンチャーズさんが、うん、あの運営している登竜門っていう、あのプログラムかな、あの、うん、スタートアップイベントがあって、まあ、そこをきっかけにちょっとスタートアップの世界に、飛び込んだみたいなのがもう8年前ぐらいですかね、うん、になる。リブのエンジニアインターンだったんですね。あ、そうです。もともとかの有名な、まあ、こなり社長のところで、はいはい、働いていて、福岡の拠点の拠点長をやってましたっていう感じ。そうなんだ。はい、で、まあ、そこから、まあ、登竜門に一番最初なんかパッとピッチコンテストに出させられたっていうのが一番最初だったんですけどまあそこからなんか賞もらっちゃったりとかして、ちょっと自分才能あるんじゃないみたいな勘違いが、あの良くも悪くもあり、うん、そこからスタートアップをずっとやっていますね、うん、学生の時に創業している。あ、そうです。学生の時に起業、うん、あ、学生の時に起業しました、はい、大学4年生だったかなと思います。じゃあ当時珍しい、長崎でいうと珍しい学生起業家ですよね。そうですね。しかもスタートアップの方って、なんかバー開業するとかそういう感じの人たちは、うん、なんか一定数いるようなイメージはあるんですけど、うんうん、だからそのスタートアップでインターネットでみたいな人は本当に誰もいなくて、うん、なんか新しい企業がそんなに多くない土地で、とはいえなんか何ですかね、跡継ぎみたいなところで行くと、ジャパネットさんとかがあったりするし、あとハウステンボスの真隣に大学があって、その当時はHIS が買ってたりとかしていたので、うん、まあ、HIS の澤田さんとかがよくいらっしゃったりとかして、なんかそういう大企業の人はいらっしゃるなみたいなうん、うん、イメージがあって、でも創業は全然なくてみたいな感じの場所でしたね。うん、うん、その後一回就職するんですか。あ、そうです、うん、就職しました。マイクロソフトって書いてたやつ。マイクロソフト、あれ5時かもしれない。マイクロソフト休んでますよ。マイクロソフト休んでますね、うん、これ何だ。分かんないっす分かんないことないでしょすいません、 5時かもしれないです、クモンですよね。あ、そうです、株式会社クオンっていうところで、うん、キャラクター IP、うん、まあ、LINE スタンプとかカカオトークのスタンプからキャラクターを作って、それでビジネスやりましょうみたいな事業で、まあ、その時はビジネス企画とか広告営業とかみたいな感じで、社内のクリエイターさんと一緒に事業を作るみたいなことを1年間挫折をしたので、その後に1年間修行させていただいて、
まあ、ちょっといろいろタイミングも重なってもう一回その後起業したみたいな感じでした、ね、マイクロソフト休んでたもん。マイクロソフト気になりすぎるんだけど、ね、これちょっとすいませんミスりました、ね、ミスり方は斜め上すぎる。文字化けかな文字化けでもないかもしれない。そうなるほどね。え、じゃあ最初に作ったあの学生の時の起業の内容と、はい、その後はもう全然違う。あ、そうですね、あの軸、個人的には軸は一緒だとは思ってはいるんですけど、やり方は結構ピボットしていて、大きく分けても今までで4回ぐらいピボットしているし、うん、もう細かいもの合わせたらもう本当よくある100回以上やってますみたいなやつとかは全ちゃんと通ってきてますね、という感じです。じゃあちょっとどんな内容かをお願いします。はい、ありがとうございます。トゥーンの今ですね、の、はい、トゥーン今なんですけど、今アジャイルワークフォースってっていう概念を用いたプロジェクトマネジメントツールみたいな形で難しい難しいやってるんですけど、いや難しいですよね。あの僕も難しいなって思いながら。アジャイルワークフォースっていう言葉があるんですか？は、日本ではあんまり浸透してなくて、うん、あの US の方であって、うん、なんか今までちょっと自分たちがやりたいなと思ってたのを一言で形容ができなかったので、うんうんうん、なんかいいタグラインというかないかなと思って持ってきて、なんか流行り言葉ってあるじゃないですか、あの、うんうん、ビーパースとか、はいはいはい、最近のやつとかだと、やっぱそういうキャッチコピーやってくると、なんかそのユーザーさんとか、そのあこの働き方いいねみたいな感じで、うん、あの来てくださったりとかするので、うんうん、まあそういう感じで今はやってます。じゃあちょっとアジャイルワークフォースを説明して。はい、あのアジャイルワークフォースっていうのは、あのもともとっていうか日本で浸透している形だと、あのソフトウェアの開発の現場でアジャイル型開発っていう、うんうん、何ですかね、あの目の前の起きている事象に対して柔軟かつ迅速に対応していくっていうようなことをするためにスプリント切ったりとか、まあ、1週間単位であのやることを変えていけるような体制を作ったりとかするっていうのがあると思うんですけど、うんうん、それをあのビジネスの現場、あのソフトウェア開発だけではなくてビジネスを作っていくとかプロジェクトをあの他の何ですかね、まあ、クリエイティブ作るとかそういうところに対しても適用していこうみたいな考え方のことかなと思ってます。で、まあ、あの柔軟な人材管理っていうところで、まあ、あの正社員の方々だけではなくて、フリーランスとして関わってくださっているクリエイターさんだったりとか業務委託契約っていうところも含めていったりとか、あとそこにまつわるようなあの契約決済の実務だったりとか、あとは今までなんか外注みたいな概念だったりとか、あの下請けみたいなあの概念だったりとかが多いのかなと思うんですけど、まあ、そうではなくて、足りないプロフェッショナルな人材をコラボレーションという形であの関わってもらおうっていう部分で、まあ、あの最終的にはそれを業務改善しながらあのプロジェクト運用していくっていうようなあの考え方のことなんですけど、それをあのそれの実践をあのに最適化されたプロジェクト管理ツールっていう形で今あの Toon というサービスをやっていますっていう感じです。次はそんな感じなんですかね。はい、そうですね、次お願いします。あ、まあ、あのアジャイルワークフォース必要されているのかめっちゃボケてるけど、あの基本的には今そのコロナがあってからプロジェクトマネジメントというか事業あのお仕事のやり方だったりとかもあのリモートワークとか副業解禁とかジョブ型雇用みたいな感じで結構柔軟になってきたなというふうに思っていて、まあ、そんな中でもともと僕はあのクリエイター向けの事業をやりたいという形で、そのクリエイターの人たちが自分のクリエイティブな事業にあの集中ができるようにそれ以外の雑務処務っていうところをあのお手伝いしたいっていうところからスタートしてるんですけど、それをなんかあのクリエイターの定義も別にイラストを描いてる人だけがクリエイターなわけではないし、あのなんならこうエンジニアリングだったりとかビジネスを作る人たちでもあの創造的な作業っていうのはたくさんあるので、まあ、そういうところを包括的にサポートしていきたいっていう感じでやってますね。山田さんと同じようなこと言ってますね。あ、そうです、思想思想がいやだから投資してたと思うなるほどね、ここずれたらどうなみたいな。そうですね、確かに確かに山田さんは師匠なんで、いやいや、んやめてそのブランディング よくないよこういうの。いや本当に良くないですね、うん、本当に良くないそうそう損をするとばっかりなんですなんでちょっと今の Toon 自体の事業 のプロダクトの資料とか多分、はい、もう少し先にあるかなと思ってますね、はい、これがアジャイルワークフォースを実践するためのプロジェクト管理ツール Toon っていう感じになっているんですけど、あの次のスライドをお願いします。
今あのプロダクトとしてはなんかオールインワンツールみたいな形がになっています。で、まあ、オールインワンって言っても何でもかんでもやりますっていう形っていうよりは、うん、プロジェクトマネジメントの中でこのどういうプロジェクトを進めていくのか、あとそれに切っていくようなタスクだったりとか、なんですかね、それをチームのメンバーにアサインしていくみたいな機能があったりとか、あとその周辺のところで決済だったり帳票の発行ができるみたいな形が特徴としてあるかなと思ってます。でもともともう先ほど のクリエイター向けオールインワンツールっていうところからスタートしていたっていうのもあるので、まあ、例えば本名だったりとか住所とかをあまり出したくないよっていう人たちのために匿名で決済する機能だったりとか、バーチャル上で銀行口座を作ることができる機能だったりとかっていうのも提供をしているっていう形です。はい、っていうのクリエイターさんとか、まあ、そのアジャイル的なところに入ってくるプロ人材の人たちが使うと、はい、基本的にはもうここでその他のチームとのやり取りとかも完結するっていう。あ、そうですね、はい、もうどっちかそのチャットの機能だけは準備してないので、うん、基本的にはなんかスラックとかそういうもので、まあ、メッセンジャーでも何でもいいと思うんですけど、うん、やり取りをしていただきながらそのちょっとフロー的な情報っていうのはメッセンジャーツールで、うん、とストック的なものをするのはトゥーンを使っていただくみたいなような使い方になっていくかなと。でも仕事終わったらもう請求書が発行されるし、うん、あ、そうです、その発行されたものが特定の名前のところがバレたくない人はバーチャル銀行に入ってからお金が入るし、あ、そうです、そうです、はい、そうです。もうトゥーンがそこはうちの会社の情報が先に行くので、うん、まあ、税務的にも問題がないっていう形ですね。なるほど。クリエイターが使うってことなんですよね。あ、そうです、そうです、はい、もうクリエイターだったりとか今一番使っていただいているのはクリエイティブ産業の方々で、うん、イラストレーターとか、うん、何ですかね、動画を作るような方々だったりとか、うんうん、みたいな人たちが最初多かったんですけど、うん、最近はちょっとスタートアップとかそのインターネット領域の人たちで、エンジニアさんとかデザイナーさんとかみたいな人たちも増えてきたなっていうような感じです。発注者側も使うんですか？発注者側も使うことができます。プロジェクト その大元みたいなところも使ってます、ね、あ、そうです、そうです。発注管理っていうよりはもうみんなでコラボレーションするために使うので、うんうん、まあ、そのプロジェクトのオーナーが誰かとかお金の流れがどうなってるのかみたいな感じに、うん、ただ情報を整理しているっていうだけなので、なんかよくあるこう発注受注完全にアカウントを分けてそれをマッチングさせてっていうのよりは、うんうん、もうちょっと一緒にみんなで協力していくみたいな雰囲気の方が近いかなと思います。向こうの担当者が入ってるイメージなんですか？あ、そうですね、はい、だからもう本当にメンバーがこう今回のプロジェクトのメンバーが全員入ってる。あ、そうです、そうです、おっしゃる通りです。なるほどね。そんな感じですね。どうやってユーザー増えていってるんですか？あ、ユーザーの増え方でいくと基本的にはもう、なんですかね、ネットワークエフェクトというか、うん、ユーザーさんがユーザーさんを呼んでくださってるところが、一番は大きいですね、うん、まあ、広告費としてはもうほとんど使っていなくて、まあ、ちょっと検証で数万円使うとかぐらいなレベルで刈り取りみたいなことはやったことがなくて、もうただじわ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 増えていってみたいな感じで、うん、まあ、なんかどういうところがまあなんですかね、そのユーザーさんがユーザーさんを呼ぶきっかけになってるのかみたいなところはちょっと分かってるとこ分かってないところ両方ありつつも、うん、今やってるって感じですね、はい、なんかこのプロジェクト使ってよかったからじゃあ次これみんな使ってやろうぜって、うん、そのまま持って出てくれるみたいなイメージ。あ、そうですね、なんかそういうやり方だったりとか、うん、あと取引先とのコミュニケーションっていうところで、なんかただ請求書をポンって送っているだけになってしまうと、相手がそもそも見ているかわからないとか、うんうん、送ったはずなのにチェックされていなくて、次の月振り込まれてなかったとかも事故として起きてたりするので、うんうん、そういう認識齟齬を埋めるために共通 のワークスペースというか取引画面でタスクを整理するみたいな機能があったりするんですけど、そういう部分を使っていただくことで、まあ、体験版的にプロダクトを触っていただくみたいなこととかもあったりしますね。うん、かなりなんか一番最初に聞いた時と変わってますね。そうかも、そうですね、うん、結構いろんな変遷があって、うん、もうなんなら学生の時からずっとやりたいこと自体はもう一緒なんですけど、一番最初はなんか音楽コミュニケーションツールとかを作ってみたりとか、うん、いろんなピボットはあったんですけど、結局なんかやりたいこととしてはその別にフリーランスとかその肩書きにこだわりたいわけではなくて、なんかその一人一人の得意なこととか創造性の高い
いことみたいなところに皆さん集中してほしいなと思っていて、で誰かの苦手なところは誰かの得意なところかもしれないしっていうところが出てきたりとか、あとなんか最初フリーランスのクリエイター向けっていうふうに言ってたんですけど、クリエイターさんって言ってもなんか本当になんかクリエイターっていう言葉を使うと結構イラストを描く人たちだけが来てしまうので、なんかあのそういうこなんかやりたいこととしてはもうちょっとあのいるクリエイティブな行為ってたくさんあるはずだよねとか、フリーランスの人もあの事業をあのお仕事を受けるってなると結構大きくなってくるとアシスタントの人と協業をしていったりとか、あの自分ができないところはあの違うパートナーを連れてくるとかみたいなこととかが起きてたりするので、なんかあんまり一人にこだわる必要がないなっていうところを思い出したのが最近っていう形ですね。最近というか数ヶ月前ぐらいです。あれ山田さん脚本書いてる、これ書いてないクリエイター本の話かもしれない。聞いたことあるよ、ね、この話。でもなんかやればやるほどなんか山田さんとそうそうここに行き着くんですよ。考え方が似るというか、ね、多分行き着く先一緒だなっていう感じなので。まあでもアジャイルワークフォースはね、はい、言ってなかったから。ただ言い始めます。その逆に言い始めこっちが書いてた実は。そう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 。いやでも確かにな。いやそう。ちょっとあの資金調達とかもされていると思うんですけど、はい、その最初にされたのっていつなんですか、一番最初は。一番最初がクオン前職を退職した直後ですね、うんうんうん、で、その時に入っていただいたのがあの F ベンチャーズさん、福岡のベンチャーキャピタルさんと、うんうん、あと FGN アバラボっていうあの、まあ、FGN っていうあの福岡のなんか元小学校を改装したあのインキュベーション施設があるんですけど、そこがやってるファンドで、代表の方はあの学生の時にあのメーカーズユニバーシティっていうプログラムであのゼミの先生だったあの小笠原さんっていう人、桜インターネットの創業メンバーの方ですね、のファンドの2つからあの入れていただいたっていうのが一番最初になります。2020年とか2021年とかそのくらいですね、はい、なるほど。メーカーズの話もねそうもありましたね。そういえばもうメーカーズにはお世話になりっぱなしなんで。なるほど。メーカーズ何期生なんですか。メーカーズ4期生です、はい、同期にあのワンストラクションの西岡さんとかは何期生ぐらいなんですか。西岡くんは多分5期とか6期とかみたいな感じだった気がしますね。タイミの小川さんが3期ですね。は3期です、うん、はい。なんで4期でいくと多分そのスタートアップの界隈とかで有名になってきてるのはそのソラフネっていうあの衛星データの解析をやってちょっと何ですかね、国の機関とかとやり取りするみたいな、なんか壮大な事業をやってるあの上地蓮っていうあのやつだったりとか、あと一般社団法人を起業しているあの鶴玉っていうその性教育 の、 あの関連事業とかやっているような人たちとか、そうですね。4期はそのスタートアップにあの関わらずいろんな方向であの起業をしている人たちが多いなっていう感じがいますね。同期何人ですか。同期減るんですよ。いなくなっちゃう。あ、そうです。採択、あれ一応その大学っていうよりはこうプログラムなので、うんうんうん、最初結構いるんですけど、多分100人から150人ぐらいいるんですけど、結構いるんだ。そう、一応その1年間の何ですかね、最後のところまでいる子たちとかは多分その50名とかぐらいに、なんだかんだフェードアウトしていったりとか、うん、まあ、途中で挫折とかもあるので、うん、まあ、僕もメーカーズの期間中ってあの会社員やってたんで、うん、あの早々に挫折したので、うん、あのそういう感じですね。まあでも今もあの仲いいというか、むしろ今こう5年ぐらい経ってきて、うん、やっとみんなこう改めて再起業していくみたいな感じのことが増えてきたんで、すごい楽しい時期。最後までいなかったんですね、じゃあ。いや、一応プログラムにはいたんですけど、うん、もう何もやれてなかったというか、うん、その最初の段階、最初の合宿までは起業してたんですよ、うんうん、で、いろんな人にピッチしまくったんだけど、うん、ちょっと本当にダメだっていう風になって、でうんともすんとも言わんみたいな、自分が雑魚すぎるみたいな感じになって、それであのきあの何ですか、スタートアップに入社させていただいたんですけど、であのその時はそのクオンで働きながら実はアワバーでも働いてて、あの
いや、六本木の、六本木にあるその小笠原さんがやってるスタンディングバーみたいなところで、はいはい、あの DMM の亀山会長とか、うん、あとその間にあのベースが上場したりとか、うん、上場パーティーがあったりとかみたいな感じで、結構そういう起業家さんにいろんな話を聞かせていただいたりとか自分で話したりとかするっていうのをひたすらやってた1年間みたいな感じでしたね。うん、働きながらやってたんですね。働きながら、まあでも金土だけだったんで、金曜と土曜はもうなんか朝まで飲むみたいな感じです。へえ、なんか一番辛かったのその時期ですか？いや全然、その時はむしろ何ですかね、もう最初起業した起業はしたんですけど、なんか会社を登記しただけで起業した感覚がそんななかったというか、登記はしたけど僕は学生と何が違うんだろうかみたいなところは正直、なんか内側で思いながらやってたところはあって、周りはチヤホヤしますよね。周りはチヤホヤします。長崎の新聞に出ました。登記しただけで。そうそう、登記しただけで。地方のあるあるですよね。学生起業家、ね、いや逆にそれめちゃくちゃ辛くて、実態とかけ離れてる感覚があるけど、やっぱ自分もこうやっぱ承認欲求みたいなものもあったりするし、こういうのをチャンスにしなきゃいけないんだっていう気持ちも働いちゃうので、やっぱ全部受けて、でちょっとその記者さんが言いたいことを言わされる。なるほど。何言わされたんですか？長崎は行けてないとか。なるほどね。みたいな。なるほど。俺しかいねえよぐらいの。俺しかいねえよぐらいな感じで。全員クソみたいで、僕長崎にいたんですけど福岡で登記してるんですよ。だから長崎行けてないから福岡に行ってますみたいな。まあ、なんかその気持ちももちろんあったし、それはなんかどっちかというと長崎行けてないというよりは自分に力がなさすぎるから、うん、そういう環境に飛び込まないと、うん、外部環境で成長していかないといけないから、うん、こもるわけにはいかないなっていう感覚でやってたんですけど、うん、そっちが主の気持ちなのに、うん、ちょっとあるちっちゃい気持ちが一番大きいみたいに、そうそう、加工して、ね、っていうのはありましたね。そっちの方が、はい、なんか PV は、うん、あ PV は取れ高は今日も言ってほしいぐらいですよ。もうだいぶ時間経ってる。地方行けてないみたいな。地方行けてない、いや地方まあ課題はいっぱいありますよね。いっぱいありますね、はい、へえ、なるほどね。そうか、じゃあなんか学生起業家が通る道、はい、全部やってきてる感じっすね。なんか全部か分かんないですけど、まあでもその地方学生あるあるとか、はい、地方学生で頑張ったらなんか大人がすごいチヤホヤしてくれるみたいなものは感じたんで、うん、なんかこれちょっとみんな見てほしいな。そういう人みんな辛いだろうな、辛いですよね。多分キラキラした側面と内側のモヤモヤした側面がすごい噛み合わない感じがあると思ってて、いや我々にも責任の一端がね、チヤホヤする側だから、するでしょう。もうだってほら瀬戸フラにも来てもらったりとか、チヤホヤですね、ね、あと登壇してもらうとか、イベントに、そういうことやってますからね。だいたいその時の学生さん、まあ誰かをバイネームで言うわけじゃないですけど、やっぱ時々こんな大きくなっちゃう時もありますよね。はいはい、いやもうそんなんばっかりだったんで、でも実態本当に何にもないみたいな、なんか気持ちしかないみたいな感じになって、でもプライドと見せたいものはいっぱいあるみたいな感じで、じゃあもうなんかちょっと一時期からそういうところから離れようみたいなのもあったんですか？あ、そうですね、もう完全にちょっともうこのままじゃダメだっていう感覚になったので、もうどっちか、もうギブアップに正直近くて、その時はそうですね、もうなんか事業を考えるにしてもノイズが多すぎるし、なんか実力も全然ないから、しかもインターネット産業をやりたいのになんか地方に行って、しかも2018年とかなので、もうどうコロナもないみたいな、VC さんも上京しないと投資しねえって言ってる人たちばっかり、まあそういう時期なんでそうだろうなって思うんですけど、そんなばっかりだったので、もうちょっと全部なんですかね、一回捨ててというかプライドも全部捨てて、なんかどっか入れてもらえるとこないかみたいな感じで、まあ、その時にこうなんですかね、テッククランチとか PR タイムズとかで資金調達をしたばかりで、自分がこうなりたいなって思ってる企業さんをピックアップして、そこに直談判しに行くみたいなことをやったら、クオンさんに入れていただけたっていう感じでした。同期というか、なんか同世代とか、はい、それこそ登竜門に出てたとか、 F ベンチャーの
なんか出身 F の意思継ぐものみたいな、なんかいるじゃないですか。いますね、はい。ああいう人たちの周りの活躍は結構あれなんですか、焦りになってたりしてますか。あーなー部分は大きいと思います、うん、なんかやっぱ同じタイミングで起業した仲間に e スポーツの事業をやっている吉村新平っていうやつがいるんですけど、彼は出会った時にただの高校生だったので、それで、まあ、家入さんとかその小笠原さん、まあ、同じ、まあ、家入さんは違いますけど、あの小笠原さんとか同じ株主にもうパンと入っていって、高校3年生の状態で1000万ぐらい調達してみたいな感じで、もうわーすげえなーみたいな、もう何ですかね、起業してない今だとなんかみんな さらっとなんか3000万4000万調達しますけど、当時だったら多分数百万から1000万ぐらいがあの相場だった気がするので、それができるとなんかいきなり1000万すごいなみたいな感じだったりとか、だんだん活躍していってるように見える。やっぱり今聞くとやっぱその時彼らは彼らでめちゃくちゃ大変でみたいなあるんですけど、なんかやっぱお互いこうキラキラした部分ばっかり見えるから、なんかそういうのでなんか正直気まずかったんで、あの2年ぐらいそういう F ベンチャーズ周りの人たちとはあんまり、まあ、1年間ぐらいは全然絡んでなかったりとかしていたし、2年ぐらいはちょっと気まずい人たちもいて、やっと最近もう一回、友達やり直すみたいな感じが出てきたりなるほどしますね。なんかなんで今めっちゃ楽しいんですけど、お互いなんかちゃんと生き残ったねみたいなことをなんか夜な夜な言うみたいな。でなんかそのもう一回ちゃんとやり直していけるなみたいな、こう確信みたいな持ったタイミングとかあるんですか。ああいやそんなになくて、なんか今もどうなんだろうっていうのは正直あるんですけど、やっぱここっていつ起きるのか、なんだろう、シリーズ A になったらなるんだろうか、IPO になったらなるんだろうかって結構思うんですけど、別になんか先輩方見てるとなんかみんなそれなりの不安はずっと抱えてるみたいな、悩んでるしそういうもんかなみたいな感覚はずっとあって、でもなんか起業家の道しかないかもって思ったのは、会社員すごく楽しかったんですよね。しかもこうクオンさんってもう代表の水野さんっていう方が本当すごい方で、モバイルゲームアイモードとかの時期からずっとそのインターネットコンテンツ産業にいらっしゃる方なので、まあ本当クオンさんのなんですかね、リソースを使わせていただきながら、クオンの杉山ですっていうことで、そのなんですテレビ局の中に入れたりとか、もう芸能に近い方とか芸能人さんと仲良くさせていただけたりとか、出会う場とかもたくさんあったんですけど、なんかすごく楽しかったんですけど、なんか鬱になったりとか、プツッとなんか糸が切れたタイミングとかがあって、それはなんか未だによく分かんないんですけど、起業してた時はそれはなかったし、今までもないんですよ。資金調達が全然できなくて、キャッシュアウトがもう実質来ててやばいっていう時期もずっとケロッとしてるし、なんか事業が潰れて次どうしようっていう時期もなんかヘラヘラしてる、ヘラヘラしてるというか、なんかそんなに辛そうじゃないねっていうのをなんかみんなから言われてみたいな。でそっちの方はそんなに何にもないんですけど、なぜかその会社員をやってる時も楽しかったはずなのに、なぜかこうメンタル的にすごい沈んでいったりとかしてしまったので、なんかちょっと向いてないのかなみたいなところは、安定が向いてない、安定が向いてないのか、生きづらさ、なるほどね、分かるとか、主体性を一定持ちたいっていう気持ちもあったのかもなとはちょっと思います。なんかやっぱりこう会社に新人で何も分かってないっていう前提だから、もちろんこういろんなものを教わっていかなきゃいけないっていうのがあると、こうやりたいこと 100% はやれてないみたいな、まあ、それは向こうの言うことの方が確かだなと思うことが多い。そうですね、なんかちょっと違和感というか気持ち悪いなって思っていたのが、こう明らかに顧客の人たちが喜んでくれるっていうものが目の前で作れてる自信はあったんですけど、なんか別のステークホルダーの稟議を通すためにそっちに一回ねじ曲げなきゃいけないとか、でそのねじ曲がったものを出した時に自分がやっぱそれは違うでしょって思ったのがやっぱ違うでしょって批判されるみたいな感じで、ってなるとなんかやったのは僕なんで、でも当事者意識持てと言われたら そっちにも責任持ってる、そうですね、なんで僕が怒られるしかないしみたいな、すいませんって言ったりとか、もう菓子折りめっちゃ持っていったんですけど、それや原因、起業家以外無理やよ、それは。なんでかわからないことはない。まあでも
なんかそれは起業家でも なんかビジネスの場合によってはあるよなと思いつつ、まあね、でもなんとなくそこの最後の責任を自分で負ってるのかそうじゃないのかの差が、そうですね、もうこれはもう怒られるのはもうやぶなしでもやるそうで決めれないですよね、多分、はい、メンバーとかだと、うんうんうん、そこはまああるな、分かる分かる、やっぱそういうところはなんか会社員やってて、会社員やっててなのか分かんないですけど、うん、まあ、なんか辛かったところではあるかなと思います。そこが多分一番きつかったかな、うん、社会人になってからは、うん、って感じです。はい、久保さんお疲れ様です。さあ、いろいろまたお伺いしたいことがたくさんあるんですけど、はい、まあ、ちょうど今衆院選の真っ最中でもありますけど、やっぱりこう起業家の皆さんがいろいろ自分の新しいサービスを広げようと思うと、はい、結構法律の壁があったりとか、はい、規制緩和のためにやっぱりいろいろ働きかけロビー活動ってありますよね、はい、こういうことはどうやったらできるのかなとか、何すればいいのかなっていうか、これはまあ、アメリカだと当たり前にロビーストという職業の方がいらっしゃって、まあ、ここの、スタートアップの支援をこういうふうにしておりますという情報も出ていますけども、まあ、日本だとまだこの職業を専門でやられている方々は少ないというふうに思ってます。で、まあ、代表例を出すと、まあ、ループさんとかだと結構叩かれてはネット上ではいますけども、いや僕はこの裏にはもう並々ならぬ努力と頑張りが皆さんやっぱり知っているので、まあ、その警察の方をね関西区に入れたりとかで最近リリース出してましたけど、全然これは僕は正当なやり方だというふうに思っていて、スタートアップがちゃんと社会イノベーションを起こすための一歩だと思っています。なので規制緩和法改正必要な方はちゃんとした手順を踏んでロビングっていうのをやっていくべきだなっていうふうには思ってますね。はい、まあ、これ中身かなり話せますけど、まあ、実はうちもそのロビーストを入れてたりして。え、そうなんですか。いや、そうなんですよ。じゃあ採用雇用の問題が出た時にどういうふうに提言しようとか、そういったことも徐々にやっていってるとして、はい、これはちょっと長くなりそうですけどね、これ話すと。なんかじゃあ国の予算取りに行くってなった時に、なんすか、概算要求出るじゃないですか。例えばじゃあこの人材だとどこの予算が取れそうかなとかね、それぞれ見るっていうところから始まったりとかするんですけど、また聞いていただければ。あ、そうか、また教えてくれ、はい、ちょっとかなりそうなんで、この辺はね、ま、個別にね、はい、あ、そうですか、面白いですね。いや、堀さんも詳しいじゃないですか、この辺りは。いや、ロビー活動はね、はい、本当にもっともっと適正化されればいいなって思いますね、うんうん、もっと表でちゃんと大手を振ってできるようになればいいなと思うんですけども、なんかちょっと日本だとイメージがね、うん、裏から手を回してみたいな、献金してとか、いや永田町行くとやっぱビールメーカーの人とかも張り付いてますし。え、そうなんですか。いや、だって酒税上げられたら困るじゃないですか。まあそういった活動を法的業は普通にやってますし、まあ、そこを張っていくというかね、やらないといけないので、まあそれこそ一回見学来るとかね、なんか遠くから永田町を見るとか、まあ、そういうのも一つかなと思いますけど。その話の延長線上で、はい、まあ、起業して、うん、新しい企業に対して優しい人たちと厳しい人たちがいます、はいはい、いわゆるこうこれまでの産業を作ってきた人たちからは、うん、ちょっと邪魔だとか、はい、なんか脅かすんじゃないかっていうか、はい、特に地域の場合って、はい、プレイヤーが限られてるから、はい、そういう新しい企業に対して、はい、結構冷たかったりとか、はい、プレッシャーかけてきたりとかしないかなと、はい、そのあたりってどうやってうまく広げていけばいいのかな、はい、まあ、これはもう明確で、まあ、頭下げる順番を間違えないのと、どういう順番で話をしに行くか大事ですし、まあ、あんまり綺麗話じゃないですけど、天下り先作ってあげるとか。あ、そう、そういうことも考える、うん、いや、そうですよ、やっぱりうちの顧問でも来ていただくとかね、それこそループさんはそういうやり方だと思いますけど、やっぱ筋通さないといけないとか通さないですし、これまで守ってきた産業の皆さんがちゃんと今後も大丈夫なんだよっていう安心の場所を作ってあげるっていうことも
準備しないと、そんないきなり行動走ります、行きますとかできないわけないので、そうか、はい、その辺はちょっとあれですね、込み入った話になりそうなので、ぜひこちらまで連絡をください。はいはい、ありがとうございます。さあやってまいりました。同じ始まり方やオープニングと僕はちょっと頼むわ、ほんならそんな全部オープニングもあの任されてんだから、いやいや、まあ、言わせてあげようかなと思ってたんですけど、なんか前回あのね、あの美味しいご飯みたいな回だったんで、今回が本番となっております。本番これも出る順序とか分かんないですけどね、別にね、あの教えて VC コーナーと言いましてですね、はい、僕らあの一応あの VC という仕事をしておりまして、あのその僕たちにこんなことを聞いてみたいなと、こんなことをどんな風に考えるんだろうみたいなことを聞いてもらえると、うん、一生懸命考えるっていう、はい、で別にそれがいいこと言えるかどうかはちょっと別なんですけど、あの同じぐらい一生懸命考えるっていうことだけがあの売りの企画となっております。はい、書籍化する予定があります、はい、この VC 教えて VC コーナーだけを金婚集みたいな、そこまでは言わんが全部同じ回どうしてもね、そこまではちょっと、はい、あの、まあ、金婚集出します、金婚集みたいな、はいはい、じゃあちょっと何か考えていただけたらなと思います。わ、はい、かりました。これ書いて見せて、バーンと出して僕らが書いて出すと、うん、この間ちょっと雑談でつなぐあれです、はい、いやまあでもなんか結構知ってたっちゃ知ってたような気もする元も子もないかこっちも全部新鮮な感じで問いとか投げてるみたいな、いやいや、あ、その時どうだったんですかとか言ってるんで、なんか面白い、あ、そうですね、それで言うとなんか事業は新鮮でしたね、あ、なんかだいぶ当時と変わってる気がするんで、うん、本当なんかフリーランスとか、まあ、クリエイターに限らない感じになっていってるんだなという、うん、まあ、なんかクリエイター概念の拡張なのか、まあ、チームっていうのでなんか切り口いいですね、ほうほうほう、いや、なんかネットワークエフェクト聞きやすいなと思って聞いてました、まあ、確かに巻き込んだ時にね、うん、はい、これでいいか。おー、地方を盛り上げる VC は大人として気をつけてること教えてください。ありがとうございます。なるほど、確かにいい問いですね。いいかな、それはもうちやほやするしてるのに気をつけれてないのにまあまあちやほやの仕方とかありますからね、ピックアップとちやほやとか違うし、うん、盛り上げれてんのかっていう問いをねちょっと先に投げたいですけど、うんいやでも岡山ってやっぱ存在感増しましたよね、瀬戸内、瀬戸内として、瀬戸内、なんか瀬戸内に入りたい県がたくさんある熊本もおもろいですよね、順々瀬戸内ぐらいで、いやもう順ですよ、順1個で大丈夫、1個でいいですか、はい、やばい大人のやばいやばかぶった情報をマジであの積極的に共有するっていうのをちょっとやって、まあ、だからやっていけてなかったのでやっていこうかなぐらいなんですけど、まあ、地方にヤバい大人がいるじゃないですか、はい、いっぱいいますね、いますよねで地方にこそいるじゃないですか、地方にこそいます、東京でちょっと相手されない、東京リテラシー高くなってるから地方に行かざるを得なくて、はい、いました、ちなみにいましたよ、たくさんいます、長崎、福本とか、長崎も熊本も、うん、福岡も、福岡は微妙に是正されてますけど、ね、熊本とか、もう行ってんすね、一周以上、そうですね、めちゃくちゃ多いし、大人自体も気づいてない、無自覚でやばいとか、うん、あ、そういうのちょっとやばい、やばすぎるなっていうか、この間も飲んでて、はい、共有したらあの一致したじゃないですか、そうやっぱり一致するんですよね、みんながやばいと思ってる人は、自分もやばいと思ってる人、みんなもやばいってやっぱ思ってるから、うん、そこはなんかちゃんと自信持って共有していった方がいいかなと思って、うん、やっぱまあなんかちょっとやばそうだなって思うけど、まあでも僕だけの意見だとちょっと分かんないなとか、うん、周りから聞いてみないといけないなとかっていうのも、まあなんかいろいろ考えると、まあ、積極的にその、うん、ね、なんかあの人やばいですよって言ってる人がやばくなるんで、確かに、まあ、いいことないんで、そうですね、共有なんかあんましてこなかったんですけど、うん、でもやっぱりなんかあのそれ共有してれば防げたかもみたいな事案とかも、うん、あの発生したりしつつなんで、うん、まあ、ちょっとなんか変なやつって思われても自分が
ちゃんと共有していく必要があるなと。特にスタートアップは株の問題とか、うん、もう株主になっちゃうとめちゃくちゃ、うん、もう離れられないじゃないですか、うん、いや本当に株主に変な人入るのとかすごい大変なんで、いやなんかそこら辺、うん、で我々も結構最近ね全国のねイベントとね IBS 行ったり、うん、全国のその若手の起業家の方とかとの交流も増えてきて、うん、瀬戸内エリア以外にもちょっと怪しい人がいるよっていう情報とかも収集しつつあるので、はい、データベースが蓄積されていってますのでちょっとそこを大事ですやっていこうかなと思っております。難しいなと思うのはなんか飲み会でなんか悪口言うんじゃなくて前向きな話しようよっていうのとは違う大事さがあるじゃないですか、そうだからもうそこも、もうしゃあない、うん、悪口やっつって開き直ってやるしかないこれは、いや本当に、ね、腹をくくろう、うん、大人は大人はね、はい、いやここのねマイナス面を受け取ろうっていう話ですよね、うんうん、それは本当に思う、はい、僕はノートを書く山田さんっぽい。いやまあ近いんですけど、はい、この間やばい大人15選みたいな、うん、15のポイントみたいなの書いたんですよ、うん、まあ、すごいたくさん読んでもらいまして、うん、でやっぱりこれいるよねとかで、それが面白かったのがその DM で来るんですよ、その個別オープンに、なこれあるよねっていう人もいるけど、そうじゃなくて私のとこのこの人のこと言ってますかみたいなマイネームで情報めちゃくちゃ集まってて、うん、でそれとかちゃんと聞いて、うん、まあ、ちょっと誰かにシェアできたりもするし、うん、その、まあ、ある種その今やばい情報を発信することで得られるものと、うん、それを共有できるっていうのが一個あるのと、うん、逆にすごいポジティブなこととかも逆にというかそっちが多分皆さん多いんですけど、うん、ちゃんと地方とか瀬戸内みたいなエリアをに張ってるというかそこにいるんでこういうことあるよって言わないと誰もしてくれないんで、うん、なんかそれをちゃんと言っていくっていうのを、うん、なんか地味にいろんな角度でやっていこうと思ってますね。確かに確かに。それが気をつけていることにもなるし、まあ、結局僕らと直接、うん、対面で出会ってくれた地方のその学生の、まあ、子とか若い人たちっていうのが一旦対面で会ったから読んでくれるじゃないですか。でその先はもっといい情報ソースとかに行ってもいいと思うんですけど、うん、その対面で会ってるから知ってくれて読んでくれてその世界を知ってくれてどっか行くみたいなのはなんかできるだけやっていきたいなと思っておりますので、はい、ノートを書くっていう回答になります。確かに負を吸収していきましょう。負を吸収したでもなんか最初にやばい大人に当たるとどうしようもないので、そうなんですよ、一巡目に会っちゃうと、ちゃんとだから最初の接点になるみたいなのもね、そうですね、なるべくねやろうとしてますけどね、うん、ぜひ、うん、瀬戸内の方はお二人に会ってもらいたい、ありがとうございます、まずはありがとうございます。あとやばい大人にならないですね、ならない、そうですね、と本当にこの僕らもやばい大人の可能性がそう可能性あるから全然なんかできるだけねその 他者というかにジャッジできるポジションにいるのが大事だと思います、うん、隠れるのが良くないと思って、うん、あでも別に若者に対してみたいな話じゃなかったのか、あ、まあ若者だけじゃなくて、ね、まあいろいろでもまあ若者が一番、ね、でも一番そこ思うな、やっぱそう、ね、そういうことですね、はい、まあ、しかも杉山さんと話した後だから余計ってな、でも確かにね、なんか地方の創業支援の実態は闇が深いですよね。一応創業支援やってました、はい、ここから1時間延長になりそうなんですけど、ね、メンバーシップだけ、メンバーシップやってなくていやありますよね、はい、ちょうど今いろいろ書いてるんですけど、創業支援の闇、いやなんかその人が悪いってあんま思ってなくて、うん、なんかシステム上そうなるよねみたいな話を感じはします、書こうと思ってるんですけど、はい、みんなもう仕方ないよ、戦々恐々ですよ、関わってる人たちとかは、うん、いやまだのノートいつ出るんだいやいやいや、いやなんか本当に難しいなと思うのはそのスタートアップというものが日本においては東京からまあじゃあ始まりました、うん、で今もまあほぼほぼ全てが東京にあります、うん、ということはスタートアップシーンを地方でやろうと思うと東京のモデルをやれる人を呼ぶしかないっていう構図になるので、はい、であればもともとこっちの地域にいてスタートアップシーンをしてたような人たちは基本的にはその人たちの下請けになるんですよ、うん、っていう構造をそもそもおかしくないみたいな、確かにおかしいですね、っていうのをいやもちろんちゃんと全国をやられてる方とかもいるし、うん、それが悪いと全く思ってないけど、うん、もし実力ある人が地方にそのままいてそこに発注できる仕組みがあれば多分もっとスタートアップシーン、うん、地域のスタートアップシーンは変わるだろうなと思ってるっていうのを書こうと思ってます、
あ、楽しみですそのまま書こうと後継ぎ支援とかでも起きてそうですね。あ、確かに、すでに早速。そうですね、後継ぎはでも地方にもたくさんいらっしゃるとかではないんですか。いや、なんかだからスタートアップ文脈と一緒にしたりするから、うん、あれ、まあ、一緒にしようとしてるのに。え、スタートアップと後継ぎメディアとか生まれてくるってことですか。いや、じゃあ生まれてん、どういう意味。これや、うん、そうなんやけど、そうじゃなくて、その僕らそういうのをやろうとし推進してるけど、はい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 、実はその弊害、スタートアップのその地域のエコシステムの弊害がそのまま後継ぎベンチャーにもシフトしていくんじゃないか問題。ちょっと掘り下げてもらっていいですか。いや、まあいいよ、もう長くなるからこれも。そうな、ノート書いていただいて、まあまあ、いや、ノートはちょっと2年に1回しか書けない。なるほどね、はい、あの感想とかメッセージとか、あ、こっからやっていくこととか、はい、はい、何でも結構です。ありがとうございます。そうですね、うん、楽しかったです。まずはありがとうございます、はい、あの瀬戸フラに出れるみたいな言わしとる言わしとる、なこれ映像なんかオープニングで1回出たじゃないですか。あ、そう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 か、そうか、確かに熊本の時、ね、懐かしい、うん、その時以来なんで、あ、やっとスタジオ行けるって思って、うん、なんか楽しかったのと、まあでもあとはその、まあ、熊本から頑張ってるし、もっとそのこう最近だとこう熊本から頑張ってたんですけど、それをやってると他の地方からやってる友達が増えてきたんですよ、うんうんうん、新潟だったりとか、うんうんうん、鳥取だったりとかみたいなところが増えてきて、うん、やっぱそういうような仲間がもっともっと増えていくと、なんか熊本にこもるっていうことではなくて、他の同じ状況の人たちとシェアしながらそれぞれの力頑張るみたいなこと、まあ、ちゃんと儲かれば別にみんな東京だったりそれぞれの場所に行って、なんですかね、仲間になれるんで、会いに行けるんで、なんかそういうことをまたまた頑張っていきたいなっていうふうに思いましたって感じかなと思います、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、どうでしたか。なんかね、やっぱ7、8年前ぐらいから多分学生の起業支援とかも地方でまあ盛り上がり始めたりして、うん、でほとんどがそのなんだろう、まあ食い物にされるまで言わないけど、悪口を、いろんな変なギリギリ言わない感じ、変な人と出会ったりとか、それこそそのなんか若者支援の闇みたいなもので、うん、こうどんどんフェードアウトしていって、うん、でだから結構生き残りっすよね。そういう頃を知ってて今もそのことをこうメディアで喋れる、うん、振り返れるっていう、うん、まあ、うん、今またこう持ち直してきてるからっていうのは、うんうんうん、なんか多分なかなかそういう人多分いないですよ、うん、地方で若者でしかもそのなんか初期の人で、うん、で今活躍しててみたいなのが揃うのって多分本当、ね、本当に少ないな。なんかめちゃくちゃ貴重な話だし、お聞けたし、まあ、こういう話は多分伝えていった方がいいだろうなと思いますね、うん、いろんな地域にね、うん、これ見てもらいたいですね、うん、本当に。今週も岡山の、創業支援をスタートアップ支援をやってるモンスター、はい、そうね、支援してもらってますからね、若者支援もやっております、はいはい、と変な大人もたまに来るかもしれません。そうなの ねやっぱりこれだけ盛り上がってるとね。いや、これ本当に思うんですけど、その当初は感度が高い人みたいな、うん、一定のフィルタリングをかけれるじゃないですか、うんうんうん、でも広まれば広まるほど無理になってくるし、うん、で入ってくる人たちは変な人でもその変な人ほど排斥の時の心の強さみたいなのも結構あって、確かにそのいやお前呼んでないよみたいな空気を一生懸命出すけど、なんか俺の場所みたいな感じやっぱなっていくんで、むずいなって思いますね。むずいね、開かれた場所、なんかそういうのが、うん、行政の場だからね、余計にむずいですね、うん、これはそうじゃ なければ超クローズね、どうにもなるんですけど、そこが確かにな、うん、はい、というモモスタさんとモモスタとフォーブスさんとも一緒にやっております。記事も見てください。はい、情緒おいしいよ最後こういうコーナーだったからじゃあまた来週お会いしましょう。はい、じゃあね。